今日の物語は「学校」というタイトルですね。作者はジョン・バニンカムさんですね。そして通訳したのは谷川俊太郎さんですね。学校へ行くと、皆さん学校行ってますね。読み方を習って、みんな習ってますね。書き方を習って、一生懸命勉強してます。テーブルに向かって。歌を歌って、みんなで歌を歌ってます。そしてピアノの先生ですね。給食を食べて、みんなで食べてますね。美味しそうですね。絵を描いて、一生懸命絵を描いてますね。いろんな色で。きれいですね。遊んで、みんな一生懸命楽しく遊んでますね。みんな仲良く。友達ができて、友達2人で遊んでますね。それから家へ帰るの。みんな学校終わって一生懸命帰ってますね。今日の物語は学校でした。ありがとうございました。